藤田雄造藤田雄造2月19日から1939年2月1日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中佐。本籍が青森県。日本優先社員藤田三類二の長男として横浜で生まれる。横浜市中卒を経て1921年7月陸軍士官学校を卒業。同年10月。 砲兵将尉に任官し野戦住砲兵、第二連隊付となる。1924年10月、砲兵注意に昇進。1925年5月、陛下を航空陛下に転じ航空兵注意に任官し、ところ陸軍飛行学校付となる。1926年1月、第21期操縦学生となり操縦訓練を受ける。同年12月、 飛行第五連隊付に発令。所沢飛行学校付を経て、1930年8月、航空兵隊員に進級し、所沢飛行学校教官に就任。1932年3月、飛行第五連隊中隊長に発令され、翌月、満州に出征。1933年7月、その選考により、個人勘定を受けた。 1934年8月、陸軍航空本部技術部付けに移動。1935年2月から1939年1月まで、東京帝国大学航空研究所職宅を兼務。1935年8月、陸軍航空技術研究所員に移る。1937年8月、航空兵少佐に昇進。百三十八年五月、 高橋福次郎総長、機関士、関根近義義義氏と共に、後献機を操縦し、周回航続距離世界記録を樹立した。1939年1月30日、日中戦争にて、意識重爆撃機の損耗率が高かったことから、観光の航空兵団霊箇所部隊へ、燃料供給等の技術、翌31日、藤田少佐操縦。 高橋淳一副操縦の意識重爆は、高見ヶ原飛行場を発し、翌2月1日故北条に到達したが、悪天候のため観光を発見できず、170キロ製法の、高梁検査用鎮まで来てしまい、そこで第44軍隊149市、第447旅、第893段の重機艦銃によって被弾、砂用鎮頭北10キロの浄化島岸に不時着。 渡辺大佐ら5名と脱出し、船頭を殺害した小舟で城川ウトカ中、第893弾霊下の皮膚とコロボン率いる一個へと遭遇、全員射殺された。6名の死体は船頭を殺害されたことに起こった、地元民によって石を投げつけられたという。その後、砂用鎮税南方1キロメートルの川西に仮埋葬されていたが、5月4日に、 陸軍航空本部によってそのことが確認された。死後1階級特進し、航空兵中佐、6月1日、小6フライ。6月11日、平田部隊によって、埋葬地が発見、定調に収容された。14日、航空研究所にて葬儀が行われた。残された、意識重爆撃機は、第37市市長基地成分中場によって、実況見分がなされた後、 中国空軍に六角空軍第8修理交渉修造課課長金融商工によって現地で修理された。2ヶ月後修理を完了した意識重爆撃機は天皇号あるいは墜落地点から砂用号と名付けられ李栄シュベル商工によって重慶へ改装された。清沢清の暗黒日記ではなぜか海軍中佐と勘違いされている。 ABC、同盟順法第3巻第13号。新聞通信調査会。P5、2020年4月19日閲覧。意識重爆撃機使用上の指導者派遣に関する件。アジア歴史資料センター FC04120730400。AB 中山雅宏、中国的天空沈黙の航空戦士第2本会が、2007年、351ページ。 ISBN 978から4から499229449。ABC 美琴不全部大快適。オチ。天皇号施工的秘密。豆弁。2020年4月19日閲覧。陸軍少将渡辺光太郎外48名女医の県アジア歴史資料センターレフ A111 億1474万8600ニュース映像第4号。 NHK 戦争証言アーカイブス、航空会の司法藤田中らの異例再戦線、通信、日本ニュース、1940年7月2日、公開、51秒。2020年4月19日閲覧。中国府日講座机、天皇号始末。頬王。 h t t p コロンススララッッシュ n ュ w s i f e n g c o m スラッシュヒストリースラッシュ1スラッシュ200612スラッシュ 1230335571281Shtml2016 年1月21日、閲覧。阿川博之海軍こぼれ話。ありがとうございます。